トナムセブボール。勝ちました音楽の選手にはトロフィーが贈られます。プレゼントはジョーカープレス兼マネージャー伊藤真奈様です。山妻、ありがとうございました。
シアター場。乗客の皆様にご案内申し上げます。マスクは常時着用をお願いいたします。また乗客の乗車の応援はご遠慮ください。向こう行きましょうか。足元強かったなっていう、はい、感じです。1回戦 KO で勝てたんで勢いには乗ってたと思うんですけど、そうですね、まあ、甘くなかったのでチャンピオンの意地を感じました。郡司選手にリベンジっていうのはずっと掲げてやってきたことなんで、だけど負けてしまって、そうですね、まあ、でも絶対にやり返すんで、はい、そのためにまた一から這い上がって、そうですね、必ずリベンジします。まあ、まさしは、まあ、次勝って、まあ、12月か分かんないですけど、まあ、先に競馬のチャンピオンになると思うんで、まあ、もう僕はそうですね、いつもいいところまで行ってまさしは勝ち上がって僕はやっぱり落ちてしまうんで、だけどそこからが僕だと思うんで、もう本当に泥臭く根性で、はい、もう一回這い上がってまさしに先にチャンピオンになってもらって、僕もチャンピオンにリベンジしてチャンピオンになれるように
もう一回ちょっと一から、はい、やり直します。お疲れ様でした。メディカルチェックです。今回痛いとこ大丈夫ですか？あ、ないです。ちょっと見させてくださいね。次も頑張ってください。あれ、危ない技ありましたよ。今回やっとタイトに戻った感じ。あとで、ワンツーフットの打ち方をまた修正して。あれがギリギリ危ないな。まあ、最後打ち合ってくれたんで、いけたっすけど、打ち合わなかったら結構危なかったかもしれないです。打ち合ったら絶対打ち合ってくるんで、距離感も最初めちゃくちゃ良かった。いや、もう一回やったことあるんで、どのぐらいのパワーとかも分かってたんで、別に一発ぐらいじゃ倒れないです。膝だけ良かった。いや、良かった。良かった。エッチが違うから体力も全然今もそこまですげえ疲れたわけじゃないんで、試合中は若干息上がってるんですけど、次のラウンドには復活してるんで、確かに会話もできて自分が見えてるから。いや、危なかったですね。時間やばいなと思って、またいや、もうレフリーも止めてくれたわ。どっちでしょう、延長で2ラウンド目って多分勝てないんですよ。そうですね。でもあんだけラッシュしても全然あの息上がんない。そうですね、あんまり復活したなんかパンチの力で覚えてきたので、でもボディでちょっと倒してみたかったですね。まあ、1回戦あの KO で勝てなかったんで、まあ、倒そうと思ってて、まあ、それが形になってよかったかなって、まあ、やっとなんか自分らしさが戻ってきたなっていうのをあの試合で感じました。まあ、福岡大会のメインなんでやるからにはやっぱり、まあ、勝敗にもこだわって、勝ち方にもやっぱり見られてると思うので、まあ、そこはしっかり、まあ、KO で勝ってK1 の福岡大会終わりたいなと思います。マスクは常時着用をお願いいたします。また大きな声を出しての応援はご遠慮ください。
ジャッジ岡田30対27赤トーマ、ジャッジ水谷30対27赤トーマ、ジャッジ梅木30対27赤トーマ。以上判定3対0をとして勝者コーナートーマ。もう気持ちいい、よし次の一戦のために覚悟決めていたい。ここまで来るのは当たり前、次の一戦のために覚悟決めていたい。分かってんだ、どう目用意ても目用意ても大丈夫、大丈夫、はい、どっか痛めてない、痛みが足り
ドでいます。頭も痛くない、目を通さない、大丈夫大丈夫。もう見て20に見えたりはないです。神田チンチューマン、はい、大丈夫、大丈夫。杜丽是一个非常优秀的选手，以后潜质非常的大，因为他只有十九岁嘛，以后会非常的成为世界冠军。看完了粉丝们，这次第二场让大家失望了，然后回去之后会继续加强不足，然后再次来冲击金腰带。谢谢大家，请大家继续关注我。どうも、こっからも気持ち。よし。次の一戦のために覚悟決めてきた。ここまで来るの当たり前。次の一戦のために覚悟決めてきたな、お前。よし。ここやぞ、ここやぞ。ここでいけるやつと分かれるからな。ええよ。次の一戦のために覚悟やで。育ってんな。4月の悔しい思い出せ。よし。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、よしよし。一回外す、グローブ外したって。ここしんどいの分かってるから、しんどいね、心も体もしんどいね。でこのために覚悟してきたね。やったやろ。まだいけるな。4月のしんどい、4月の悔しいこと思い出せよ。やり返すぞ。この2位も良かったね。ね、強かったっすね。あの、ラジオ。無駄な無駄なお茶してない。パワーあった。なんか体のなんか力が強すぎた。いい距離がうまい。体のジャンプ僕だけ。僕だけでいい。OK。どうもよし。ここまでは強いやつが来んね。こっからはスターになったりトップに上がるやつが行くんやぞ。分かってんな。やること全部やってるから。全部自信持って。何にも一個も足りてない。足りてることない。な、いけるから。このためにやってきてる。違う、悔しかったやん。俺らも悔しかった。やり返そう。行こう。みんな信じてる？大丈夫や。もうラストはもうほんまに怪我もしてるんで、気合いっすね。決勝の軍司選手ね。いや、嬉しいっすね。約束してたんで。準決勝の前にやろうなって言ってたんで。嬉しいです。もうやる気満々です。行きます。見といてください。まあ、順調に、勝ち上がってくれたんで、まあ、また再戦ですけど、まあ今回はしっかり、圧倒的な差で勝とうかなと思います。まあ、KO で勝てば、まあ、文句なしのチャンピオンになれるかなと思うんで、それを目指してやっていきたいなと。80cm、89.9kg、日本、北
K1 チーム、サガンノール、クレスト。ただいまより、スーパーファイト真っ直ぐで膝上げて、真っ直ぐで膝回るよ。これ膝上げて、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 これ膝上
K1 フェザー級 の、 あの王者の郡司斉藤です。これが K1 です。もう日本人選手はもうほとんどやってきてほとんど勝ってるんで、もうあとは外国人選手しかいないと思ってるんで、強い外人呼んでください。お願いします。このフェザー級の階級は、僕の前からすごい、戦国時代って言われてきて、で僕がなってからも戦国時代ってずっと言われ続けてて、まあこの機会にいいチャンスをもらえたと思ってるんで、ここで言います。これからは僕の絶対王者の始まりです。で今武尊選手が休養してるってことで、まあ次の世代のエース探しじゃないですけど、そういうのがあると思うんですけど、K1 の次期エースに僕がいいんじゃないかなって思ってるんで、これからも世界最強を示していくんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。って感じですね。またやり直すかな、やるだけですね。悔しいですけど強かったです。まあね、でももう1位以外はベベなので、
また一から精進して頑張ってきます。やってることは間違ってないので、僕らもラットも信じてるんで、みんなでまた上がってきます。明日から練習ですか？もちろんありがとうございました。どうも。この舞台憧れてちっちゃい頃からやってたやろ。ここでメインを張ってんねんね、お前。怪我ないけ。疲れた。よかった。頑張ろう。ありがとうございました。まだ自分が弱かったですね。強くなるしかないです。それだけです。ほんまに一瞬のミスで変わるんで、その一瞬のミスもなくさなあかんなと思いました。もうやり返すしかないんで、それしか考えないんですよ。最後、今までトーナメントじゃなくて、次はタイトルマッチまで上がって、俺がやろうって言って、郡司選手が、その時はやろうって言ってくれはったんで、そこまで俺がもう一回上がってみます。その時は次は倒します。いいよ、来ました。よっしゃ。普段の練習の倍以上やってたんじゃないですか、毎日。で、僕が少し練習量を落とそうかっていうぐらい今回は気持ちを入れていたんで、K1 を体現できるのがやっぱり軍事タイトなので、しっかりと打ち合える選手として育ってるので、ここから先は本当に彼が言ってた通り、世界の外国人選手の強豪を呼んでいただいて、そこで KO を見せられるような選手になってもらって、ありがとうございます。マジ悔しいです。またお願いします。追いつきます。どうですか、この一日振り返ってみて。いやー、めちゃめちゃしんどいですね。初めてだったんですけど、すごい、なんていうんですかね、もう一日、もう3試合もやったことないですし、こんな長い時間、試合やるとも思ってなかったんで、まあ、すごい、いい経験になったかなと思います。なんていうんですかね、舐められてるじゃないですけど、すごい悔しい思いですし、すごいプレッシャーも、まあ、負けたらもう、返上じゃないとなんか言われそうだったんで、すごい練習をしましたね。いやでも逆に準決勝決勝はすごい K1 らしい試合ができたかなって自分でも思ってるんで、そのプレッシャーがあったからこそ乗り越えられたじゃないですけど、そういうのがあったのかな。武尊選手が休養するって言ってて、まあ次のスターがってなった時に僕がなれたらなと思ってたんで、すごいそこはすごい武尊選手みたいな試合をしたいなって思ってたんで、そこで見せれてよかったなと思って。まあ、そうですね、まあ、K1 の代表といえば武尊選手と言われるぐらいなんで、もう僕も K1 といえば軍事タイトルと言われるぐらいに、まあ、武尊選手を超えるじゃないですけど、超えていきたいなと思います。まあ、今日トーナメント優勝したんで、これから僕が代表になっていきたいと思います。よろしくお願いします。